go。はい、どうも皆さん、こんにちは、Y さんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はガジェットの紹介ということで、新年一発目のガジェット紹介となります。最後まで見ていただけたら嬉しいです。本日ご紹介するのはこちらになります。DJI から出ています OM4 SE でございます。こちらお値段 11,400円となっています。ヨドバシカメラで購入しました。こちらいわゆるジンバルということで、本当に前から欲しくて今回購入してみました。 DJI という会社は結構有名で、僕はもうこの会社一択で購入しました。そして OM4 SE ということで、今もう OM5 が発売されていますが、1個型落ちの OM4 SE を購入しました。 OM4 は 390g の重さがありまして、 OM5 に比べれば 100g ほど重いという点が残念な点ではありますが、こちら僕はその辺はいいかなと思って1個型落ち OM4 購入してみました。僕使ってみたのですが、結論めちゃくちゃ気に入っています。そしてこういう感じで iPhone に専用のアプリを入れます。 Android でも OK です。この DJI ミモというアプリを入れまして、このアプリで基本動画を撮影したりできるということです。このアプリで撮影したりしないと、このジンバルっていろいろ追尾機能とかいろいろな機能ついているのですが、その機能が使えないということで、このアプリで撮影することをおすすめします。でですね、こちらを iPhone につけてあげます。すいません、 iPhone じゃなくても大丈夫です。 Android でも大丈夫です。ということで、こういう感じにつけてあげます。はい、こんな感じとなっています。裏から見るとこんな感じです。ということで、これを磁石でくっつくのですが、この向きですね、この点を、こっちにもこの点があるのですが、これを合わせるということで、ピタッと、はい、こんな感じでくっつきました。それでは電源入れてみます。ここ M のボタンを長押しで電源がつきます。はい、こんな感じとなっています。今は縦画面となっています。そしてこの M のボタンを2タップしてあげますと、こういう感じに横になります。で、こういう感じで揺らしてもこの携帯自体は動かないんですよね、ほとんど。こういう感じになっていまして、こういう感じでいろいろブレたり、こんなに動かしたらさすがに動きますが、こういう感じでこのジンバルこう歩いたりしてもまっすぐ撮ったりすることができます。で、実際に試してきたので、そちらの映像をご覧いただけたらいいなと思います。電源を切るとこんな感じです。これはスタンバイモードですね。すいません、もう一回押すとこういう感じで2回タップでこちら電源が切れます。実際に試してきた動画をご覧ください。どうぞ。はい、今ジンバルで撮影しています。僕は今神戸市にあります住吉川の上流の方に来ています。ちょっと電車でも撮影しようと思います。現在ジンバルで撮影しているんですけど、結構これいいです。今追尾モードを使っています。こんな感じで僕の顔を追ってくれます。どこまでも追ってくれるということで、この機能本当にありがたいですよね。こういう感じに上下左右自由自在に動かすことができます。このジンバル本当に便利なので、これからも使っていけたらいいなと思います。ラスト1本ぐらい電車を取ったら帰ろうと思います。非常に今ジンバル自体動かしているんですが、この映像はほとんど動いていません。これすごいですよね。本当にすごいと思います。今もジンバル振り回しているんですけど、全然ブレません。歩いてみようと思います。歩いても全然ブレません。これめっちゃいいです。
車が映りましたが、結構いい感じに撮れました。試しにバスも撮ってみました。いかがだったでしょうか。これめちゃくちゃいいんですよね。このジンバル本当に気に入ってしまいました。そして三脚もついていまして、こんな感じの三脚がついています。でこういう感じにここの下につけてあげます。はい、こんな感じです。そしてこれを広げてあげると、まあ、これを置いたままで撮影とかもすることができるので、これから外の撮影などにも生かしていけたらいいなと思っています。いや、このジンバル本当に購入してよかったです。皆さんもぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。商品の情報などは概要欄に貼っておきます。よかったら見てみてください。本日はこちらの DJI から出ています OM4SE というジンバルをご紹介しました。一つ型落ちのものにはなりますが、とてもいいジンバルです。これからも動画頑張って作ってまいります。チャンネル登録していただけたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。